福井の口駅は、福井県福井市宝営一丁目にある、越前鉄道の駅である。駅番号は E3。勝山永平寺線と三国あわら線が乗り入れており、両路線の分岐駅となっている。三国あわら線は当駅が起点となるが、同線の列車は、勝山永平寺線経由で、福井駅に発着している。 島式ホーム一面二線と切り欠きホーム一本の計三線を有する高架駅。早朝と夜間を除いて駅員が配置される。また、ホーム全体を上屋で覆う構造とし、傘を差すことなく乗り換えできるようにした。2015年9月26日までは、単式ホーム一面一線と島式ホーム二面四線の計五線を有し、駅舎は、 東側の越前鉄道線と西側の JR 線の高架線、旧地上線跡地に挟まれて設置されていた。各ホーム間は校内踏切で連絡していた。2015年9月27日から2018年6月23日までは高架工事のため仮線に移行し、島式ホーム一面二線に変更。駅舎は 西日本旅客鉄道北陸本線高架線のもとに設置された。なお、当駅福井駅間は北陸新幹線の高架橋を暫定利用する形で運行された。車両基地初代駅であり、福井まで回送列車が設定されている。かつて京福の時代、研修湖、留置線は勝山永平寺線沿いにあったが、福井駅周辺の高架化工事に伴い、 北陸本線と三国あわら線との間に、新建集庫と新本社事務所を建設し、2009年3月29日から、使用を開始した。かつては駅に隣接して、シェル石油の輸送所があり貨物輸送を行っていたが、1980年8月1日の時点で貨物輸送を廃止した。1日の平均乗行人員は、以下の通りである。ありがとうございます。